プラットフォームコンコースにあるおはらめの増国再開館駅は京都府京都市左京区岩倉南大佐議町にある京都市営地下鉄カラスマ線の起点駅。駅番号は K01 近畿の駅100線に選定されている。近鉄線内では当駅を京都側の終着駅の一つであることを強調するため京都線方面からの列車の行き先案内などでは 京都国際会館と案内することがある。なお、方向幕も京都国際会館と単なる国際会館の両表記がある。島式ホーム1面2線の地下駅。改札口は1箇所のみ。車椅子対応エレベーターや多目的トイレが設置されるなどバリアフリー対応がなされている。このほか改札外にコンビニエンスストア及び、 京都銀行の ATM が設置されている。日中は基本的に片方のホームのみを利用するが、どちらに停車するかは時間帯によって異なる。2019年度の1日平均上行人員は26,028人である。各年度の1日平均上行、乗車人員は下表の通りである。バスターミナル駅前にはバスターミナル及びタクシー乗り場があり、 京都市交通局及び京都バスが乗り入れている。岩倉方面の他大原方面へ向かう各路線の起点となっているほか、駅西側にある岩倉総車場始発の市営バス路線が当ターミナルを経由する。バス停名は国際会館駅前である。観光シーズンなどに大原方面へ向かう際、京都市内中心部からの直通系統は、 市街地での渋滞による遅延や混雑をきたすことから、バス会社では当駅からの乗り継ぎ経路を広報している。このほか、地下鉄3番出口の東側にある、宝ヶ池通り上に、京都聖火大学スクールバスのバス停がある。近鉄に乗り継ぎの場合は、大和八木駅より、柏原神宮前駅、近鉄名古屋駅、賢島駅までの連絡ギップは販売されない。 ありがとうございます。